い人は色気があるとかっていうことはちょっとどういうことですか。年を取ると色気がないとかってどういうことですか。まあ、言われるのも悪くしてるやねえか。それはあるやつはあるよ。子供は平気で鼻垂らしてる。それは見つけないから鼻垂らさないように努力やる。そこは色気が出てきた。で、色気ってのは人に笑われないようにかっこよくやるんだな。花の好きな人だとか、チューリップの花の好きな人だとか、桜の木の花の好きな人だとかっていうような、動物園連れてってもらって、鳥や獣を見てもみんな面白いので、でどれも面白いって言ったら何が面白いかわからないので、自分の好き好きで言うと面白みがあって、でそこが色気っていうんですよ。世界の旗な。日本の旗は白に赤い日の丸であっさり決めたね。でアメリカやイギリスの旗は五色の旗でいろいろな色になってゴタゴタしてる。世界で一番美しい旗は日本の旗だと言ってる人ばかりで、俺だけがアメリカやイギリスの旗が美しく見えるのは自分の好き好きだと思うので、自分の好き好きで美しく見えるのは旗のことについて色気が証拠ですよ。色気ってはこれだけか。もう勘弁してくれ。